こんばんは。イササフヒデの波のラジオ、全国のリターンサーファーに送る波情報ラジオです。この番組では本日の波情報の振り返りと明日の波予想をそこに一言付け加えて、いつも大体10分ぐらいお届けしていますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。というところでね、今日も波のラジオです。よろしくお願いします。電車に乗る機会って多いですか？自分はね、電車に乗るのって基本嫌いなんですね。なぜかって言うと、まあ当たり前なんですけど、混んでるからです。でもね、このコロナのね、コロナの中でね、結構ね、空いてるっていう時期ありましたよね。そうなんですけどね、でもやっぱりね、戻ってきてますよね。結構ね、空いてたんですけどね。いや、新幹線なんかめちゃくちゃついてましたからね、コロナになりたての時。指定席でも自由席でもほぼなんかガラッガラみたいなね。それがもう全然みたいな感じになってきてるみたいですよね。そうなんですよね。この間電車に夜に乗ったんですね。正確には乗る前の話なんですけども、電車のホームの椅子って大体5人座れるようになってるじゃないですか。5人、下り電車側と上り電車側と5人ぐらい座れるようになっていますよね。で、ちょっとだけね、10分ぐらいパソコンを打てる時間があったんで座ることにしたんですね。で、自分は上りに行くので、上りに座りたかったんですけども、上りの両端が座られていたので、下りの真ん中に座ったんですね。一応そのね、ソーシャルディスタンス的なね、感じで座ったんですよ。そうなんです。時間もね遅かったんで、そんなに人がいるわけではなかったのでね、カバンを隣の席に置いていたんですね。全然混んでたらそういうことしないですけど、なので下り側っていうのは真ん中とね、その隣だけですね。真ん中とその隣だけ。が埋まっているっていう状況ですね。そしたらね、一人の方がね、自分のね、しかもなぜかね、隣に座りたがるんですよ。なんだと思ってね、なんで周り空いてるのに、なんでね、ほんとね、なのでね、面倒なんですか、カバンをね、逆にずらしたらね、ドカッと座り出しました。自分はパソコンをしていたので、あまり気に留めていなかったんですが、どうやらね、酔っているようでしたね。酔っ払いにはね、何を言ってもね、無駄よねってことでね、まあ特に何も言わなかったですけどね、一つずれてね、もう一つ隣にずれて事なきを得ましたけどね。いや、コロナでね、絡まれるのはマジ勘弁ですからね。まあそう、それでコロナになってもね、目も当てられないもんね。いや、そういうことはないとは思いますけど、でもわかんないよね。それでね、口喧嘩とかしちゃってね。ありえない、はい、話、あり得る話ですよね。でもまあ、そんな季節もありますよね。そう、今、夏ですからね。羽を外したくなるよね。本当すっかりね、コロナが明けてきたっていうのをね、感じれた。感じれたかなと思います。今までそんなに近くに座るなんて考えなかったです。考えなかったね。だからね、羽目を外していたってのもね、あるのかもですけどね。でもまあ、いいのか悪いのか、そろそろそれもね、できない肌寒い季節になってきていますよね。そう、秋の空ね、夜が少しだけね、涼しくも感じる、そんなね、日もね、出てきました。でも、サーフィンはこれからですね。そう、そんなね、秋の良いところっていうのをね、後半お届けしたいと思います。
時はサーフィンにとってはね最高ですからね。それではね、まずは全国波情報本日の振り返りからですけども、台風が日本海へ進行していますね。台風のうねりと南の海上の低気圧からのうねりが拡散していました。こちらの低気圧は熱帯低気圧になって西にゆっくりと移動しています。大陸と遥か北東の海上に高気圧が張り出したので、結構ね、なんか混雑してきてますね、気圧がね。日本海側はその台風からうねりで本格的にサイズが上がりました。ね、うん。太平洋側は台風のうねりと南の海上の低気圧からのうねりで、サイズをキープしたエリアが多かったんじゃないかなと思います。風は千葉では朝一濃霧が発生していたのでほぼ無風エリアがありましたけどね。台風の影響で全国的には風は強く吹いていたかと思います。明日の波予想、明日は台風が日本海から北海道の北の大陸へ抜けていきます。その台風のうねりと南の海上の熱帯低気圧からもうねりが広がりますね。日本海側は台風が過ぎたので、そのうねりが入り、サイズがかなり上がると予想されるので、十分に注意しましょう。太平洋側は台風のうねりが若干残りつつ、熱帯低気圧からのうねりでサイズをキープしてくれそうです。風はまだ台風がかかる、東北ですね、東北エリア以外は、穏やかなエリアが多そうです。台風速報はですね、台風11号は、北海道の西から北の大陸へ抜けます。ですが、依然勢力は弱まらないんで、うねりはね、強く残しそうですね。特に日本海側は、明日いっぱい、明後日の午前中とかまで全然うねりは残るんじゃないかなと思います。というところで明日のデモデルサーファーエンジョイレベルは星3.5ですね。です。風は台風がまだ勢力が強めなので、北の一部、は強めですが、それ以外は弱めなエリアが多そうです。波のサイズは台風のうねりが残りつつ新たな熱帯低気圧のうねりで遊べるエリアが増えるんじゃないかなと思います。はい、それでは今日の一言というところでね、秋といえば食欲なんてね、でも食欲の秋ですよね。読書の秋だったりね、食欲、見頃の秋、そしてスポーツですよね。そう、サーフィンの秋ですね。そんな秋ですね。秋の海のいいところ、こちらを紹介していこうかと思います。まずはね、これ、やはり何といっても台風ですね。そう、台風はこれからです。台風11号は去りましたが、これからですね。台風って8月のイメージが強いですが、実は9月、10月が最も多いんですね。そしてこれからは前線が大陸に停滞するので、大陸というか本州に停滞するので、上陸しにくくなってくれますね。もちろんね、油断はできないですけどね。そうなんですよ。前線がね、本州に停滞するので、上陸がしにくくなるんですね。台風っていうのはやっぱりその台風自体にパワーがないので、力がないんで、あっちフラフラこっちフラフラしてるからね、そこだけ注意してくださいね。もちろんまあ油断はできないですけどね、まあ、そのため台風のうねりだけを届けてくれるっていうケースもあると思います。そんなね、そんなうねりの恩恵に預かれるのはこの秋でもありますね。そして
これもいいんですけども、サイズがあるって話ですね。そう、秋はね、夏と違ってサイズはね、安定して供給されます。今年の夏は比較的サイズがある夏だったかと思いますが、秋になると秋雨前線の影響、そしてね、西高東低の気圧配置になりますよね。なので低気圧がね、移動を繰り返すのって全体的にうねりが立つですね。そしてね、日本海側がサイズが上がる、そんな季節になってきますね。もちろん太平洋側もその、前線でサイズがコンスタントになってくれますよ。なのでね、結構遊べるっていうのがやっぱり9月、10月とかなんですね。で、さらに風が弱いってことですね。サイズがあるのに風が弱い。そうですね、朝1ノームって感じだったんですね、今日ね。そう、霧が発生しているってことは風が発生していないってことですね。そう、風があったら霧は消し飛んでしまいますからね。秋や冬かけてそんなノームが多い季節になります。っていうことはノームの時間がね、そう、無風の時間が長いってことですね。秋はメンツルの海を一番楽しめる季節じゃないかなと思ってます。まあ、そんな中ね、気温もちょうどいいじゃないですか。水温は2ヶ月遅れってことでね、7月8月の気温っていうのがね、今のね、8、9月、10月の水温になっています。今が一番ぬるい時期ですね、水温がね。そう、高いから体も動きやすい、冷たいとね、体のパフォーマンスが確実に落ちると思うんですけど、秋はね、まだウエットも薄くていけるので、そして水温が高いね、一番動ける、そんな季節ですね。そう、その反面ね、外気は少し肌寒くはなりますが、OK が大げさに言うとね、温泉にでも行ってるかのような孤独ね、ぬるいです。そんな季節が秋です。で、最後にね、食欲もですよね、やっぱね。そう、サーフィンを楽したらお腹が減りますよね。そう、ついこの間行ってきました、うなぎを食べにね。サーフィングの疲れた体に勢力つけてるとね、最高です。まあ、ちなみに自分が行ったのは、千葉北佐久田から10分ぐらい走らせたところにある、橋本食堂、ね。下にリンク貼っときますんでね、もしよかったら見てください。いいっすよ。結構うまかったですね。こちらかなり安いですね。激安、激うま。しかもね、店のね、雰囲気もね、結構いいんですよね。そう、店内も広々としてます。ですがね、時間帯によって混んでしまうので、開店と同時がベストかと思います。自分はね、2人で行ったので、うなぎの天ぷら、二段重、カツ丼をいただきました。いや、めっちゃ良かったですよ。それでもね、こそめっちゃ良かったですよ。二段重はめちゃめちゃ安いので、おすすめですね。でも、シェアした方がいいですね。食い切れないですよ。そうですね。二段重がね、最高すぎるね。そう。やっぱ、うなぎ屋さんに行ったらね、一つでね、一つうなぎって思うけど、二段重をシェアして、もう一品ね、いろいろとね、楽しめるんで、そう、おすすめしますね。ホームページもね、貼っときますね。秋はね、やっぱ食欲なく、サーフィンもうまくなるね。うまくなる、意欲も上がる。そんな季節ですね。なので、たくさん楽しんで、たくさん成長していければと思います。それじゃあね、今日はこれで終わりでございます。じゃあ、明日海に行かれる方は気をつけて、サーフィンを楽しんでください。それじゃあまた。バイバイ。